皆さんこんばんは。こんばんは。11月17日火曜日、日本文化チャンネルさくら沖縄の声のお時間です。当番組は2000人委員会友の会共産広告広告主総 TV をご覧いただいている皆様のご支援でお送りしております。改めましてこんばんは、キャスターの矢豊です。マグロ屋さんです。嘘です。はい、島沖縄のあさとです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。マグロ屋さんがゲストに、あれマグロ好き屋さんですね。多分マグロが好きなんだっけ。釣りに行きたいんですけどね。早い方行きたいんですけどね。マグロは僕も好きですけど、うん、前釣ってましたもんね。あ、そうですね、はい、あれ釣りを釣り行けたらいいな。沖釣り行きたいな。釣りを釣り沖釣り行きたいですね。ロケでちょっとかっこつけて。でも12月1月ぐらいになったら多分海荒れ始めるんで、あ、なんか12月ぐらいまでだったらいけるんだけど、どうしようかな。 今そういえば道具ねえな、うん、俺何の話してんだよっていう、はい、そんな感じで始まりました。プライベートの話を普通にしてましたね、はい、裏でやるって言われちゃう。終わってからしろみたいな話を。まあ、まあ、佐久間さんは先々週、先々週、はい、バースタイルで、はい、あれも何喋ったか何にも覚えてない。あの時結構飲んでましたからね。飛ばしてましたね。あれ夜中結局3時ぐらいまで飲んでたんで。うん、あ、そうですね。でその後スタッフで飲んで、その後に2時半ぐらいになって、あの知り合いのバー行ったらもう閉まるからダメって言われて、あ、結局帰った。結局帰ったって。あのとどうしたんだろうと思ったら、もう翌日ゲロゲロでした。酒やめたって感じでした。まだ飲む、はい、いつものお家ですね。はい、そうです、はい、いや、そうですね、今回ですね、あのニュース記事で、はい、今回僕じゃなくて浅田さんこれ取り扱いたいなということで、お向きいただいた記事なんですけれども、はい、まずこちら、あの画面切り替えてもらってよろしいですか。はい、琉球新報さんの11月8日版になります。先住民族勧告撤回に動く沖縄の議会に懸念。研究者団体人権侵害を助長。人権問題を研究する識者らで作る沖縄国際人権法研究会は6日宜野湾市市議会などで、沖縄県民は日本の先住民族とする国連の委員会勧告の撤回を求める意見書が採択されていることに関して、住民の権利を擁護する議会の重要な役割を発揮するものだとして、重大な懸念を表明する見解を発表した。県内全市町村の議会に送付し、意見書採択の動きに追随しないように求めている。同様の意見書は豊見城市、石垣市などの議会で採択されている。県民が先住民族ではないとする根拠として DNA 解析や言語の日本語との類似性などを挙げている。研究会は見解で、先住民族と訳されている原文の英語が生物学的に規定されている概念ではなく、人権など侵害された権利の回復を求めてきた誇り高い人々を指すものだと指摘。琉球諸語についても国連機関のユネスコが言語として認定しているなど反論した。その上で自治体議会に対し、国際的な人権の基準を踏まえ、沖縄の人権状況について真摯に議論するよう求めた。共同代表2人のうち島袋純琉球大学琉大教授は、こういった議決が続くと人権侵害をより助長させる結果になりかねないと強調したということです。すみません、カミカミで。1個ツッコミ入れときたいなと思うのが、はい、あの富城市って言ったら富グスクの人に怒られますよ。あ、そうそうそう、トミグスク、トミグスク、トミグスクですよ。もう訂正して謝罪を。すいませんでした。そう、意外とあのこだわるトミグスクの人。トミシロシって言うとトミグスクですって言われて。あさとさん、アンリさんって呼ばれたら嫌じゃないですかっていう。そうです。あれ、まあ僕はそんなでもないですけど。東京いるときあだ名アンリでしたから。あ、マジですか。はい、結構ね言われるんです。ちょ可愛いですね。あ、なんかもうまた飛びあさと空港を蒸し返そうとして、飛びあさとはやめてほしい。それは全力で反対ですよ。本題の話題になってすいませんでした。何の話だっけでしょう。まあ これ今回あの浅さんが、はい、あの持ってきてくれた記事なんですけども、まあ、私たち、うん、あの、まあ、研究フォーラムの、あの中村さんとかが
が行われている行動の一環として、そうですね、はい、連動しているものでして、うん、はい、でそれで、まあ、私たちは追いかけていると言いますか、話を聞いているものなので、それで取り扱いということ で、 そうです、ね、ことなんです。一言何かあるんですか、はい、まあ、一言ですごく論理的に言うとしたら、うるせえっていう話ですね黙ってろという黙ってまあ、真面目に言うとですね、はい、そもそもこの国連の、まあ、先住民族、沖縄の県民を琉球民族先住民として認めなさいよっていうこの勧告が出てるっていう、これは確かなんですけど、沖縄県民誰一人知らないんですよ、まあ、誰一人は言い過ぎなんですけど、ほぼとんどの人は知らないし、自分をそういう先住民だとは、まあ、ほぼ思ってないですね。これははっきり言いますけど、議会でそれを決議したこともなければ議論されたことすらないんですけど、まあ、それを働きかけている団体っていうのがいて、でそこに危機感を持って、まあ、僕らも協力したりとかはしてましたけど、その当時は沖縄対策本部という名前で、今現、うん、日本沖縄政策研究フォーラム、そうですね、中村悟さんですね、はい、が、いろいろ議会とか、まあ、議員さんとかにも働きかけて、こういう勧告が国連から出てると、でこれは問題だっていうところで、まあ、その議会に諮って、まあ、いろいろその前に根回しとかあったとは思うんですけど、まあ、この勧告は沖縄県民の、まあ、同意も得てないし、ということでその勧告を撤回してもらうように、まあ、政府に要請するっていうその意見書ですねの採択っていうのを、まあ、続けてるんですけど、結構まあ沖縄県内でもこれを採択するとこも増えたりとか、あとまあ全国的にもその、まあ、市議会とか村議会とかレベルでそこに賛同したりとか、共産党とかも一緒にこの、うん、政党関係なく、そう撤回っていうところに賛成っていう動きでやってるんですけど、まあ、それに対するその危機感があるという話の記事なんですね。でこの、記事の、まあ、会見をしているまあ、団体の人、先ほどの琉大の教授の人とかってもうゴリゴリの琉球民族独立派なんですよ、まあ、要はその独立運動みたいな感じでこう国連に勝手に働きかけて勧告を出させてる人たちがいるということですね。でそれに対してアクションがあったので、まあ、そこに対する危機感がっていう記事ではあるんですけど、まあ、この中に一切悟さんの名前も出なければ、うん、団体名も出さないっていう、まあ、知られたら困るのかなって思うんですけど、まあ、要は、まあ、独立派として琉球民族独立を、まあ、目指す人がいるの一部いるのは確かなんですけど、まあ、そこの動きに沖縄県民知らないうちに巻き込まれてますよっていう話なんですよね。でこれを見てる人は知ってる人多いかもしれないですけど、普通の沖縄県民も普通の日本国民もほぼ知らないですね。でこういうことがされてますっていうところをちょっと知ってほしくて持ってきました。はい、まあいろいろ突っ込みどころがあると思うんですけどどうですかこれ記事見て、そう意見聞きたいんですけど、そうですね僕はですねまず思ったのは、はい、この先ほど記事にもあったんですけど、先住民族と訳される原文の英語が生物学的に規定されている概念ではなく、概念のままにしろやと、まずそこを突っ込んでるんですよまあその概念無視すんなよとじゃあどういうことやねんと、お前ら科学者なのになんで科学的な根拠をどかすのと、なんか言ってることおかしくねえかいと、いうところを僕はまず文章から読んで突っ込みどころだったんですよ。で言語として認められてるってことで言ってるんですけども、まあその前の側でも書いてあるんですけども、言語の日本語としての類似性などを挙げているってことで、やはりいろんな方言とかいうものが似てるっていうのがあるじゃないですか。だからそういった部分で考えたら、僕よりはまあ佐久間さんの方が詳しいのかなっていう、ところあるんですけども、まあ、これではこれなんかちょっと何言ってるか分かんないです、ね、日本語でお願いしますって、なんか途中にこのなんていうかな、最初にユネスコに行った人たち、この大学の教授とかの話をやると、なんか途中で文学的な哲学的なっていうか、なんかふわっとしたのになるじゃないですか、あれってなんかもうあれちょっと あんまり意味がわからないですよ、何を言いたいのかわからな い情緒的な感じ、そう持ってって、で、その大体議論した時に噛み合わなくなると
なんかこの感情論に持ってくのってなんか、うん、あれとあの言ったら悪いんですけど左の人にめっちゃ得意分野なんですよ、うん、でだからあのそうなるとあの理論で話しようと思った時にまずうんってなんか迷路に迷わされてる感じになるっていう、そうそうそう、だからこれがちょっと意味が分かんねえよっていうのと、うん、あとですよ、まあその最近この大学の研究者さんとかと話しすることがすごい多いんですけど、まあ、皆さん一生懸命いろんな研究ってやってるんですよ、うん、はい、だけど自分でそのものすごく許せないなと思うのはそのなんていうかなイデオロギーのためにこの研究をなんかグニャって最後に、うんうん、ジュゴンがまさにそうだったんですよ、はいはい、ジュゴンって結局いろんな調査やって環境省とかも調査やってその後防衛省が引き継いだんですけど3頭しかいないよって言ってるのに結局基地問題のやつにグニャって持っていくみたいな、うん、ああいうやり方ってものすごい嫌いなんですよ、うんうん、もう 腹が立つところがあってでそれに似てるところがあるんですよね、で、それがものすごい思ってちょっと何言ってるか分かんないっていうところなんですけど、うん、でこの方言っていう言語っていうところで言ったらユネスコにうちなぐちのプロはいるのかっていう、いないですか、何でもなかなか独立した言葉っていうふうに認定ができたのかっていうところがそもそもおかしい、うん、で今その方言のなんかあれとかをやろうとしてるのが検定とかいろいろあるけど、自分たちってこのひーばあちゃん90近くで亡くなったひーばあちゃんのこの前85号でばあちゃん亡くなったんですけどの聞いてる方言があるじゃないですか、すぐ自分のばあちゃんの方言でも割となんていうかな大和口寄りなんですよ、うんうん、でそのもっと上のばあちゃんこの内縄寒風って言われてる昔の沖縄の人の髪型と、はいはいはい、いつも芭蕉布の、着物を着てるおばあちゃんだったんですけど、このおばあちゃんが喋ってる言葉ってずっと頭に残ってて、うん、でこの喋り方に一番近い話し方する人ってこの沖縄の方で言うと、自分はちょっと名前この番組で出していいか分からないんですけど、フィジャバイロンさんっていう人がいます、ヒガバイロンさん、うん、あの人フィジャって言わないと怒るんだ、うん、ラジオによく出てたんですけど最近もうラジオ出なくなってて、うん、この人の方言が一番なんていうかな標準的なっていうか、うん、きちんとしたっていうか、うん、自分が聞いてたスタンダードってことですかね、うん、このひーばあちゃんが喋ってた言葉に近いんですけど、うん、この人がラジオで言ってたので聞き取りはできるんですよ、言ってたのは沖縄の言葉は日本の古語だよと、古語が残ってんだよと、確かに大和言葉、あと平安時代とか、まあ、それぐらいの、そうそうそう、その言葉と、まあ、近しいとか、まあ、そのだからそれがその類似性っていう話なんですけど、一つ言っとくと、この記事の中では言ってないんですけど、この琉球独立派の人とかこの先住民族っていう話をする人は触れないように多分しているのか知らないのか知らないんですけど、確かにユネスコが琉球諸語ということで独自言語と認めたっていう話は一つあるんですよ。ただそこに付帯意見がついてて、方言とする意見は排除しないっていう意見もある。でその諮問機関っていうのがいろいろあるんですけど、何、うん、だったかな、昔調べたのがエスノログっていうところでしたかね、ほうほう、その言語についてのその諮問機関みたいのがあって、そこの意見でも方言とする意見があると、でいろいろな立場があるっていうので、それらの意見は排除しないって言ってるので、うん、別にその確定したとか決まりましたっていう話では本来ないんですよ、ね、うん、ここもふわっとした状態で来ているものを、そうそうそう、方言という意見もありますよ、うん、って言ってるところは隠してあるんですよ。で僕これめっちゃ調べてなんかウィキペディアで一回見つけたんですけど、でそこも調べていただければそういう話があるとは分かるはずなんですけど、うん、だから言語ってやっぱり難しいんですよね。だからいろんなイデオロギーとかその時の立場とかで、じゃあ独自言語って言っちゃった方がいいのかとか、うん、いやそうじゃなくて別言語ですとか、同じですっていう話に従う、ものすごい嫌だなという、うん、なんか空気的に嫌だなと思ってるのが、その生の本当に昔の、うん、沖縄の方言分かる人はもう高齢化してなくなっていくじゃないですか、うん、そうですね、その間に結構ねじ曲げられたりとか、うん、意図せずにこれが悪い方向にじゃなくて本来良かれと思ってねじ曲げられてるのっていっぱいあるはずなんですよ、うん、
うん、まあ、さっき言ったのなんか平安時代からっていうので言ったら、うん、例えば蝶々とかってハーベルっていうんですけど、うん、これハベルっていう言葉で蝶々っていうのがなんか出てくるらしいんですよ。何だったか忘れたんですけど、だからはべらせるっていうのは蝶々が飛んでるみたいな意味なんだろうなっていうこう理解ができるんですけど、うん、でこっちマグロがあるんですけど、マグロって沖縄でシビって言うんですよ、うん、で、はい、でちっちゃいマグロのことみんなシビマグロって言うんですけど、あれ言い方間違ってて、あれマグロマグロって言ってるんですよ、うん、マグロマグロ、だからゴリラの学名かよみたいな、ゴリラゴリラみたいな、ゴリラの学名みたいな、ゴリラゴリラは学名で確かにその通りですけど、ね、あれはマグロっていう意味がシビなんですよ、うん、でこれはだからさかなクンがテレビで言ってたんですけど、あの江戸でももともとはシビってマグロのことをシビって言ってたけど、死ぬ日って書くから縁起が悪いからマグロに変わったっていうのがあって、もともと沖縄の方言として使われてるのって昔の日本の言葉なんですよっていう風に、それを読み解いてったら非常に分かりやすいんだけど、でいつの間にか独自の言語って言ってる時点で、僕その時点で怪しいだろうってなっていくし、であと今シマクトゥバっていうのを一生懸命やってる、たまに話するけど、うん、シマクトゥバっていう言葉ないですから、シマクトゥバっていう言葉自体が新しいっていう、ね、それ自体も方言大切にしてないじゃないかっていうこのツッコミがもう入るぐらいのレベルの、なんなら一番新しい言葉がシマクトゥバ、そうだと思いますよ、もううちの方が元々言われる、はい、そういう言葉だし、だから意外と最新のなんかでもどっちも日本語なんですよ、島言葉で島言葉じゃないですか、それをうちなって沖縄ですし、はい、で口は口ですから、言葉ですから、口っていうのはあとでも話に関わるんですけど、うん、口っていうのはこの口もあるし、喋る言葉のこともあるし、あと船の航路っていう意味もあるんです、うん、何々口とかの、うん、あ、そうですね、那覇港の沖に、うん、東口大和口っていう航路の名前がちゃんと載ってるんですけど、うん、だからこんなのっていうのをちゃんと文化とかとしてちょっと勉強しておくと、なんか興味を持っておくといいけど、なんか違う形で、うん、意図せずにねじ曲げられてるところを そこにこうつけ込む人たちがいるっていうのが、なんかちょっと微妙だなっていうふうに、そうですね、だからまあまあ、本来はこの琉球民族独立とかなんとかってあんまりまともに相手する必要ないはずなんですけど、ほっといたら何やられるか分かりませんよっていう、まあ、実際こう国連に勧告出されるなんて誰も思ってないですか、もうなんか独立とかの話したら あれ見た方がいいですよね、オルフェンズ見た方がいいですよね、まあそうですね、どんなことになるのかっていう、ガンダム挟んでくんな、たびたびガンダム、いや浅田さんと今めっちゃハマってから今見てるんですけど、改めて見てるんですけど、誰がクーデリアになるのか、そうだから、ああいうのでこれって冗談みたいに言ってるけど、絶対そうなってきた時にどこでもそうですけど、うん、大体戦果があるわけです、でもまあ揉めますよ、うん、確かに、何もなく、しれっと独立なんか大体なくてっていうのは、今までの歴史って見てたら、うん、そんなになんかうすうす気づくもんじゃないですか、で沖縄の人ってその、ね、戦うことをものすごい嫌がってるのに、逆方向に行ってる気がしてならないっていう、だからこんなのにちょっとずつ巻き込まれていくっていう事例だと思うので、うん、そうですね、だからまあ目は早いうちに潰した方がいいかなと僕は思っているので、やっぱり取り上げるべきであろうと、うん、なんか負けっていう表示が出てるんですけども、自分から提案したいのはあれですね、この大学の沖縄の教授に客員教授とかでフィジャバイゾンさんを入れた方がいいと思います、うん、素晴らしい、分かりました、うん、一番生の方言だと思うので、もうこんな曖昧にされたから、こんな風に曖昧にいつまでも話が続いてしまうんですけども、まあでも、うん、一言で言うとやっぱりうるせえっていう話ですね、うん、せめて沖縄県民のコンセンサスを得てから国連なりなんなりっていう話だったらまだ分かるんですけど、そうですね、まあ、勝手なことをされては困るねっていう話ですね、これこそ住民投票で意見が採択されてたら、うん、っていうところですかね、そんなこともしてなくて言われてもっていう話で、まあ、もう一つ言うとアイヌの問題とかそういうところの団体とこの琉球独立派っていうのがもう密接に関わっているので、まあ、ご存じない方はちょっと調べてみてください、そこまで話すと本当に時間足りないのでわかりました、徐々にこの辺を紐解いていけたらいいかなって感じです、はいはい、で今回ですね、前回佐久間さんが出たのがバーのその前の回の時に、うん、実は話が中途半端になったじゃないですか、うん、
切りどむりどの話をしてもらおうって話をしてたのに喋り足りねえって言うて、ね、今もう同じパターンになってきてるんですよ。もう半分ぐらい時間過ぎてますよ。もう時間がない。15分でとかって言ってたのに絶対過ぎるんですよ。喋りすぎた。ちょっと、ね、僕が しきれなかったもね、申し訳ないですけど、まあ、最近あの学者さんのあれをと、いろいろなんていうか関わりがあることがあるんですけど、あの大体学者の人たちって時間通りに終わることないんですよ。うん、絶対この時間でやってねって絶対オーバーするんですよ。白熱するんですね。もう時間ピッチに終わってるのを今のところ見たことがないんですよ。絶対押すっていう、うん、まあまあなかなか難しいですけどね、うんうん、っていうのがあって、だけど俺人のこと言えんよなみたいな。学者さんって時間絶対押すよねみたいなことを言ってたらははって笑ってたら俺もやんみたいな。まあまあでもほら人を言う前に自分を見ると思う、うん、話したいことがそれだけ多いってことです、ね、こんな話はねもうやっぱり伸びるもんですよ、うん、1.5 倍ぐらいで考えた方がいいと思います。とりあえずじゃあ本題いきますか。じゃあ本題としてあの佐久間さん、あの切戸森戸、はい、まあ、今後あの、ね、あの埋め立ての話とかいろいろしていく上ではこ の, で、ね、こ, のこ, のことを知ってないと、うんうん、問題として理解しづらいんじゃないかということで、はいはい、ちょっとお時間をいただいて解説してもらってよろしいでしょうか。わかりました。じゃあ、とりあえず熱血サコモ塾で、サコモ塾っていうことで、はい、そうですね。はい、じゃあ、そうですね、一応自分字めっちゃ汚いんで、あと筆順とか気にしないでくださいね。盛戸、盛戸、ねと切戸。盛戸問題って出たじゃないですか。はい、はい、何だろう、辺野古とかですか。いや辺野古ではなくて、あれは東京の築地市場の移転先の豊洲の盛戸が足りてないっていう盛戸っていう言葉が出てたんですけど、これ字薄いな。どっちが濃いか。あ、こっちが濃いな。はい、盛戸っていうのがあって、はい、でさっきちょっと打ち合わせの時にいい言葉が出たなって言って、凸凹、凸凹、まあ盛るんですかね。デコとボコボコ、まあ、この関係に似てるよねっていうことが言えるのかなと、まあ、土を盛る、土を切るっていう言葉なんですけど、うん、これを、例えば、こんな形の土地があったとしましょう。土、これ断面図ですね。断面図、ここに道路を作りたい、道路を作りたいっていう時、こう斜めの道路ってちょっとしんどいですよね。カーブのところはちょっと斜めに傾いてるけど、うん、道路にしたいっていう時はここを平らにならす必要があるわけです、うん、はいはい、これを、削って平らにしました、うんうん、はい、この寿司はどうしますかっていう問題が出るんです、うん、どこに捨てるんですかって、はい、この切った土をってことですか。ここに盛ればいいわけです。これが切戸で、ここが切った部分、この部分が切戸で、ここは持ってるわけじゃないですか、うん、はい、そういうふうにして土をこう使い回すっていう、うん、だから切戸と盛戸はセットなんですよ、うん、もうセットなんですよ、うん、例えば青いタヌキみたいなのロボットがいて、某猫型、某猫型ロボットがいて、なんとかライトでこの土をちっちゃくしてくれる技術があればその問題を解決するんですけど、今はそんなことは技術はないので、うん、切った土はどこかに盛らないといけない、うん、土を盛りたかったらどこかから切ってこないといけないっていう関係があると、うん、はい、じゃあまあまあ言われてみたら当たり前っちゃ当たり前のことですけど、まあ幼稚園児でも多分お山を作りたいって言ったらその辺から砂持ってきますよね、うんうんうん、っていうのはもう誰でも分かることですね、はい、うん、これじゃあ本題の埋め立ての話、今やってる埋め立ての話なんですけど、沖縄の海っていうのは浅いんですよ。サンゴ礁があるのでこの辺にこうサンゴ礁がこう隆起したりとかしてるわけですね、うん、でここ陸です、はい、でここに船を通したいなと、あ、はいはい、船を通したいなっていう時に
お小さな船だったら、例えばサバニっていうこの小さな船だったら、はい、上にこうやっても問題ないわけです、うん、だけどこれがでかい船にでかい船入れようと思ったらそこ突っかえちゃいます、うん、座礁です、うん、はい、危ないので、だからここを切りましょうと、航路を掘る必要があると、はい、これが航路です、うん、船です。で、もともとの地形を利用して作るんだけど、沖縄の海っていうのはサンゴがこうやって干潮の時にサンゴが出てきて、こういうところにサンゴがいっぱい生えてるわけです。で、この、何回か前に、ロケに行ったところ、腰ぐらいまでしか水深膝ぐらいのところでロケしたんですけど、あれもっと干上がるようなところで、だいたいこういうところでロケしたわけです。はい、この切った航路、切った土どこに持っていくでしょう、うん、陸に使いますかって、陸に盛り土をするっていう手もあるんですけど、はい、塩分入ってますよ、うん、そうですね、はい、塩害が起きるかもしれないです、うん、でそもそもそんなに土いらねえよっていう、うんうん、問題があるわけです。じゃあどうするかっていうと、浅いところに埋め立てて、埋め立て地にしましょう、うん、はい、沖縄の大体の埋め立て地はこういう埋め立て地なんです、うんうん、だから船の航路を使って埋め立てたっていうのがおそらく一番多いです、うん、でもちろん、どこだったかな、あれ、ちょっとパッと出てこない、あの偏座島っていうところに石油コンビナートがあるんですけど、あそこは周りから土を集めてきて、海から土砂を持ってきて埋め立てするために埋め立てた場所ではあるんですけど、そういう場所もあるけど、うん、こういう船の航路を掘って、それを陸地にしたよっていう、埋め立てに使ったよってところが結構あります、まあ、その場所っていうのをちょっと画面で見てみようかなっていうふうに思います、うん、今のちょっと、基礎知識として、まずこの霧と盛り土の関係を押さえててください。じゃあ、画面切り替えてもらいましょうか。はい、はいはい、沖縄の地図、今航空写真ですね、 Google Earth をちょっと見てるんですけれども、分かりやすいところで言うと、今マークがついてる糸満市の西崎町っていうところを見てみましょう、うん、ちょっと拡大していってますけれども、この赤で示されたところだけじゃなくて、この一帯ですね、これなんか線が直線的な部分が結構あるんですけど、この辺って全部埋め立て地なんですよ、うん、ここから外側で見てください、これ浅いですよね、浅いところ、はいはい、うん、これはもともとのサンゴ礁なんですよ、サンゴ礁のリーフって呼ばれてる浅瀬なんですよ、伊能、うん、って方言で言ってるんですけど、そこの上に埋め立て地作ってるんですけれども、まあこう埋め立て地を作る反面ですよ、ここに今漁港があるんですよね。で、糸満市って漁業の町なんですけど、もともと海んちゅっていうこの漁師の町って言われてて、昔だったらこれはあっちゃいけないんだけど、これこそ人権侵害じゃないかっていうけど、子供とか口減らしのために売ってたらしいんですよ、糸満に売るよっていう、それは聞いたことある、うん、それってもう昔からその、うん、なんかちょっとやんちゃなうん、大人 の, 子供の脅し方 で,、うん、でなんかその労力として売ってたっていう話があって、糸満に売るよってこれ言っちゃいけない言葉なんですけど、うん、でもそんなのがもう昔はまかり通ってたと、うん、さっきの話に戻るんですけど、じゃあ今どうかって言ったら、昔は浅い海に小さなサバニっていう船でこう漁に行ってたんだけれども、今って漁業の形態ってものすごい変わってますよね、うん、ちょっと大きな船で漁船が大きくなって、でその沖に浮き漁礁パヤオっていうところがあって、そこでマグロを取って食べると、うん、あとは何日もかけて、沖に出てソデイカっていうのを取るっていう風に今変わってきてるんですよ。ソデイカって結構スーパーに並んでて安いイカなんだけど、もう歯ごたえがあって、まあ値段の割にはめちゃくちゃうまいイカがあるんですよ。でそういうのが今漁業の主流になってるっていう中で言ったら、船が大型化しましたと、うん、はい、この海って浅いじゃないですか、もともと浅い海なんだけど、うん、船を通すためにこういうところの港の中っていうのを掘ってるんですよ、うん、はい、深くなってますね、はい、深くなってますよね。でその ここに今溝みたいのがあるじゃないですか、これ船の航路って呼ばれてるやつなんですよ、はい、こっちにも航路があるわけです、
航路があるんですけど、はいはい、ここを船が通れるように掘ったりとかして掘ったりとかした残土がかなり使われてるんです。道を通す時には、うん、まあ、掘らないといけないし、そうですね、でその土を、まあ、さっきの話だと、うん、陸地では使えないと。そうですね。ってことはどっか海に持っていくと。そうですね。でそしたら浅いところを埋め立てて、うん、こういう感じで住宅地とか、うんうん、この辺をあれで見るかな、 Google、 こういう感じで住宅地にしようとかですね、うん、これはもう埋め立て地にできた住宅です。これ前に解説したんですけど道がフラットですよね。道がフラットです。車道がフラットですよね、うんうん、こういうのでこの辺埋め立て地だなっていうのが分かります。で大体何々崎ってつくところは泉崎も、うん、だいぶそうなんですけど、前も言ってましたね、はい、その埋め立てのところが全てではないにしろ、うん、多いと。そうですね。で、まあ、あとはこの辺とかだと工業用地なんですよね、うん、西崎でもちょっと海側の方はこの企業が入ってる工業団地みたいになってるんですよ、うん、でその工業団地の沖の方ですけど、工業団地を過ぎた後にこうリゾートが出てくるっていうこの、うん、工業団地を過ぎるとリゾート感が出てる、このビビビーチとかですね、ホテルとかがあるんで、これなんか離れ小島みたいな感じがあるんですけど、自分ここに船置いて釣り船やってた時があるんですけど、まあ、こういう土地ですよっていう。でこの船を止めるために深い海を作ってるわけです。でこの船がだんだん大型化していってるので、その分、深い航路が必要になってくる。でこの土を運ぶために一番土どうやって運んだら安くなるかって、物を運ぶのって一番安いのって何だと思います？パッと考えたら車かなと思ってしまったんですけども、違うんですか？車よりですね、多分ですね、船が安いんですよ。海から運ぶのが一度に物をたくさん運べるのって多分船なんですよ、うん、だから沖縄で、昔だったら首里に、物を運ぶために那覇港に入ってちっちゃいもうサバニとかで首里城に荷物運ぶときに陸路で運ばないで川をずっと登っていって、うん、那覇市の松川っていうところに差し返し橋っていう式、うん、指に変えるって書いて差し返し橋ってあるんですけど、そこまで船で運んでたらしい。やっぱり今も変わらず船で運ぶのが一番いいんですよ、うん、なんか前の回でもそこの話ちらっとしてましたよ、はいはいはい、うん、でこの船でこの土砂を運ぶっていうのをやった時に、隣にですね、西崎の隣に豊崎っていうやっぱり崎がつきますよね、うん、はい、はい、で西崎のこの港を掘るためにこう運ぶこの船で運ぶ航路がここにまた掘ってあるんですよ、うん、はい、で船を通るこの輸送する船を通すために航路を掘って、それを含めた土砂を豊崎に入れるっていう。なるほど。豊崎ができましたと今水族館とかいろいろできてるところなんですけど、でもこれって結構今意外というか、はい、大事な話なんですけど、県民みんな考えてたのと違うですよね、実態っていうか、うん、っていう話で、こういうアウトレットモールとか、はい、その住宅地とかを作るために埋め立てたんじゃなくて、はい、掘ったものを埋め立てて、じゃあそれをどう利用しようかっていうから、はい、こういう形に、こういう形もで両方ウィンウィンなんですよ、うん、さっきの切り戸盛り戸っていう言葉がありますよね。順番としては、うん、はい、埋め立てをするのがもう先にあるんじゃなくて、はい、掘るから埋める、うん、はい、じゃあそこをどう利用するっていう話ってことですか、はい、もありますし、逆に埋めて使いたいっていう人が、ここから土が航路掘るから土余るよねっていう、この切り土盛り土はセットなんですよっていうふうに考えないといけないんですよ、うん、盛るためには切らないといけないし、そうですそうです、はい、切ったら盛らないといけないそうなんですよっていうことですね。でちょっとこれがアンバランスになったところが辺野古なんですよ。辺野古はもう工事を止めるために、うん、沖縄県とかはもう土持ってかせたくないわけですね。神聖不可侵な感じですから、ね、だからこれでちょっと似てるところで同じような埋め立てで言うとですね、ちょっと地図を縮小しまして、今那覇市、豊見城市、糸満市ってあるんですけど、今度沖縄市の東海岸側に行ってみるんですけど、うん、ここですね、
合わせ、はい、合わせの、埋め立て地っていうの、ここ今埋め立てを造成してて、でその北側にあのものすごい広い、これ辺野古の多分2倍以上あるんじゃないかなと思うんですけど、面積的に370ヘクタールとかあったのかなっていう、あの広大なあの、中城湾の工業団地があるんですよ、うん、ここの工業団地今ここ掘ってますよね、うん、この辺の海ってめちゃくちゃ浅くて干潮の時腰ぐらいしかないんですよ、歩いていけるんですよ、うん、ここまでこの辺 歩けるんですよ、それぐらい浅いところに今大きな船を通すための航路を一生懸命掘ってるんです。いやすごい掘ってるってことですね、はいはい、で多分ここにも船止まるのでここも将来的に掘るってなると思うんですけど、ここ今掘った土をこう沖に行って、ここの航路掘った航路からこうやってここに陸に上げると、うん、でこの土砂を使って埋め立てをするっていうのは今行われてるところなんです。これはあの例の合わせ干潟、はい、合わせ干潟の埋め立て地ですね。もちろんこの 陸層であのダンプで運んでるのもあるんですけど、あの1回で大量に運ぼうと思ったらもう海から運んだ方が早いよねってなってくるので、こういうこの航路、この溝っていうのはそのための航路だと思います、うん、でこの掘った航路の土砂もここに使ってしまうわけです。これも切りどもりどの関係っていうふうに覚えると、分かりやすいのかなっていうふうに思います。でこの合わせ干潟ってあの結構反対運動が多かったんですよ。そうです、ね、やってたんですよ、うん、入り口とかでもあの埋め立て反対とか、あと裁判が起きたりとかもしてたんですけど、結構熱心にやってましたよ。やってましたよね、覚えてますよ、はい、でも今何もいなくなってるんですよ、うんうん、裁判が結局最初はこれはなんか使い勝手ないんじゃないかっていうので、あの要は、作らせないっていう、これ、コストに引き合わないっていう判決になってたと思うんですけど、その後に面積を増やして、それがいやコストに引き合う事業採算取れるっていう風になんか変わったっていう、ね、ちょっと妙なところなんですよ、うん、でこの埋め立ての、あれでどうしての切り盛りで考えるとですよ、まあ、理由として自分はあのこれが大きいんじゃないかなと思ってるけど、何としてでも辺野古の埋め立ては阻止しますよと、うん、ここの埋め立て阻止しますよと、はい、でここの工事で使う土が足りなくて県外から土砂持ってくるっていうところになったんですよ、はいはい、ありましたね、はい、なりましたね、なんか条例で県外から持ってこれない、持ってこれないって条例とかも作って、うん、もうどうしてもこれは止めるってやったんですよ、うん、その時にですよ、俺からしたらですね、こっちはあの辺野古って今の埋め立て地って、この普天間飛行場の危険性除去っていうのが大きいじゃないですか。そうですね、用途っていうのはある意味明確なわけですよね。でそれをじゃあ土足りないっていうんだったら、ここのなんかよくわからん、あの、うん、要はどう使うかもようわからん埋め立て地をやめてしまって、ここの航路の土砂を辺野古に持ってったらいいんじゃんみたいな、そしたら合わせ埋め立てなくていいんじゃんみたいな、うんうん、っていうのも出てくるじゃないですか。そうですね、うん、まあ、余計な埋め立て減らせるよねっていう、ね、減らせるよねっていう考えができるわけですよ、うん、切りどもりどでいったら、うん、だからここ反対運動なくなったのって、それ一番影響大きいんじゃないかなと思うんですよ、うん、なるほど、辺野古に使わせないためにここを捨てたと、ここを捨てたみたいな、なんかそれが見え隠れするなっていうのが、この合わせもね、いろいろと実はあの、まあ、闇というか裏というか結構いろいろある場所だから、うん、はい、そもそもあれですよね、この自民党とか の、うん、あのそっち本来であるとその埋め立てとかこういう開発進めてるのって自民党系だと思うんですけど、はいはい、あの基本的に全国的に、はいはい、ここって確か社会大衆党でしたっけ、はい、の市長の時に決めた埋め立てですよね、はい、でも昔はあれなんですよ、だから沖縄の人って基本的に埋め立てに対しては無頓着だったんですよ、うんうんうん、だと思うんですよ、そんなに気にもし止めてなかったと思うんですよ、うん、だからだけどこれが今ほどその海を守れみたいな感じじゃなかったはずなんですよね、はい、うん、でおまけにこのじゃあなんでその価値観がこの海を埋め立ててはいけないっていう価値観が生まれたのかっていうと、やはり辺野古の埋め立てでものすごくそれを環境問題を引き出しにしすぎたっていうのがあるんですよ、うんうんうん、そこをやったがためにじゃあ他の埋め立てどうなのっていう疑問が今だんだん湧き始めて、今あの那覇市の北側の方ですね、うん、今あの、ま、前に取材行ったところなんですけれども、国道58号線がこう通ってメイン あの道なんですけど、はい、それにバイパス、西海岸道路っていうのができました。
で西海岸道路が できたおかげでものすごい浦添の綺麗な海が広がるわけですよ、うん、で今あの商業施設もできショッピングモールもできていてっていうところをこう通ってった時にこの海埋め立てるんだって言った時にみんなこの海を目にしてるわけですよ、うん、もうすっごいねじれが出てくるんですよ、うん、で皆さんどうするんですかって言った時にじゃあ埋め立てってそもそも皆さん知らないじゃないですかって考えたら要はその土地を使うために埋め立てしてるっていうだけじゃなくてその埋め立てに使う土砂が発生してそれを処分するっていうで処分して有効活用しようって考え方もあるよっていうのが今の切りど盛りどっていうのの関係を見ると分かるということなんですね、うん、なるほどもうめっちゃ眠そうですよねもうなんかそんなことないでしょあったよみたいなそんな興味なかったですかいやこれって要はこの時の採算合わせるって意味合いで切り盛りをしてるところですよね、うん、あ採算っていうか、うん、一番いいのは近くから土を持ってくるっていうのが一番良くて、うん、で近くに捨てるっていうまあまあ遠くに持ってくよりは、うん、で面白いのは土って、財産になる時もあれば単なる材料の時もあれば廃棄物になる時もあるんですよ、うん、だからこれっていらなければ廃棄物としてお金を取られて廃棄物処分場に捨てないといけないし、うん、なんていうかな必要っていう時は買ってでも持ってくるし、うん、いやいやこれタダだから近くのところに埋めましょうってやったら一番まあコストがかからないわけですよ、うん、そうすると土地として安くなりますよね多分、うん、埋め立て地としてのコストで言ったら合わせ日型とかは多分単価的にはめっちゃ安いんじゃないかなって気するんですよ、うんうん、で空港関係だ那覇空港の第二滑走路とか一番高いのは多分コストかかってるのは辺野古の埋め立てだとは思うんですけど、うんうんうん、それもなんか循環なんていうかなこの切り戸盛り戸をじゃあここが現場近いから辺野古に持ってきましょうってスムーズにいったらコストは下がるまあ、その反対ですよ、はい、られるわけですよ、うんでまあ、そういう反対運動が起きてるからものすごいコストが上がってしまってるっていうのもあると思うし でもその商業的な埋め立て地っていうのは、まあ、意外と低コストでできるからだから民間に分譲ができるっていう、うん、のもあるんじゃないかなっていう気がしますね、うんはい、で今回は切り戸盛り戸で月掘ってるじゃないですか、はいはいはい、でもこの盛り戸って言いますか埋め立てっていう意味で思ったのが、うん夢の島と言われる はい、あるじゃないですか、うん、あれってゴミ処分が困ってやって作ったっていう流れがあるじゃないですか昔であればこのゴミを焼いて縮減するっていう考えがなかったわけですよ、うん、あなるほどもうゴミはゴミ袋に入れてボンって入れてそれを埋め立てるっていうのがそのまま埋めるみたいな、はい、でそれがですね近いものが、今分かってるのが一箇所あるんですけど豊見城のですね豊見城市の瀬長島の近くに前、馬術場って呼ばれてたところがあって、うん、ゴルフ場があったところなんですけど、ね、紹介してましたよね、はいうん、ここの今白くなってるところ潮騒公園ってあるところはここはゴミの処分場です、うん、昭和50何年かにゴミの処分場を作っててでなぜかっていうともともとはこう南部にこういう採石場みたいのがあるじゃないですかあ、はい、採石場みたいなところに処分場を作ってるんですよ大体、うん、でもそこがもういっぱいいっぱいになるから一度ここから掘り出して、ここに持って行って埋め立てしてでそれを当時開放国体ってあったんですけど、うん、それの馬術競技場に使おうっていう風になってここの埋め立て地ができたっていう、うん、近くに今病院とかができてるんですけど病院側はそのどういう経緯でっていうのはちょっと分からないんですけど病院の外側なんかちょっとここに溝があるじゃないですかあはい、溝がある外側っていうのは基本的にこれはゴミの処分場です、うん、で今は焼いてちっちゃくするっていう、うん、ことをするのでそれでもその処分場どうするかっていうのがあるので、うん那覇のですね那覇市のここですね、港町これはもしかしたら浦添の以南線に入るのかな、はい、にここにエコアイランドっていって、うんはいはい、この今、ね、泥みたいのがあるじゃないですかこれもゴミの焼いたやつです、うんうん、これ管理型処分場っていう焼却した後の灰を捨てる処分場が、ねうん、やっぱり海を埋め立てて作ってるんです、うん、であと石炭で今発電するの多いですよね、うん、沖縄の電気ってガスもあるんですけど基本石炭焼いてるので
じゃあ石炭火力発電所で言ったら浦添の牧港とか、はい、牧港もこれこっち火力発電所なんですけど、そこの北側にもこれも見えますよ。これも確かその石炭灰の処分場としての埋め立て地だったと記憶してます、うんうん、これ西海岸道路を走ってったら見えますね。なんていうか、ドクターヘリのヘリポートの近くです。ああはいはい、はい、ありますね。通って確か見えるので、うん、そういうのがあったりとかしますね。だからゴミ出すと埋め立ては絶対増えるし、あとは要は船が大きくなったっていう、さっき、うん、小さい船から大きくなったっていうのがものすごく大きくて、うん、物流っていう意味で言ったらやっぱ船で運ぶのが一番コスト安いんですよ、うん、例えばなんとかの本土の名前でなんとかの美味しい水とかあるじゃないですか。なんとかの天然水とかあるじゃないですか。 あ、はい、うん、ありますね。あれってホースを引っ張ってきてあれってホースを引っ張ってきて沖縄にこの繋いでるわけじゃなくて、ペットボトルに詰めたものを運んでくるわけですよ、うん、船なんで車で運べないですよね、うん、電車でも運べないですよね、うん、飛行機であんなもの運びますかっていう話ですよね、うん、一番安いのは船なんです。船です、はい、で船のでかい船で大量に一気にコンテナに入れて運ぶのが一番コストが安いので、だから、船を通すんですけれども、沖縄の海は浅い、うん、沖縄の海浅いから、だから航路を掘る、航路を掘ったら、切り戸になるので、結局盛り土する場所が必要になる、盛り土してそこを使う、結果埋め立てる、埋め立てするということですね。でも一般の人は埋め立てをした上を使ってるっていうふうにしか物を見てないので、うん、その視点で見るとやっぱりいろいろ考え方もね、うん、はい、変わってきたりとか。そうですね、で自分はだから埋め立てしろとは、もう釣り人なんでそれは嫌なんですけど、うん、だけど生活として結局生活の中に埋め立てっていうのは、うん、もう全県民に入ってるんですよ、密接に関わってますか、うん、私は関係ないと思ってるかもしれないけど、絶対生活する上では埋め立て地が関わってるんですよ、うん、っていうのはちゃんと理解をしておかないと、自分自身はこの、まあ、この埋め立てっていうのを調べていった時に、うん、なんか無視しちゃいけないんじゃないかな。そうですね、だから埋め立て反対はまあ一つの意見として、うん、ある、まあ、僕はそれはいいとは思うんですけど、うん、それならそれでこういう現実とかこういう経緯とかっていうのをまあ理解した上でやっぱり物を考えるっていうのは大事かなと思います、ね、でこれからどうするのって考えるときにこのメカニズムを知っとくっていうのは大事なんだけど、例えば自分の知り合いの新聞記者さんとかとも話したりとかするんですけど、だからこの、埋め立ては反対は分かると、だけどこのペットボトルに入ったミネラルウォーターが埋め立てと関わってますよって言ったら、分かりますかって言ったら分からないと、うん、みんな分からないんですよ、この、うん、もうここの森野の部分しか見てなくて、切り戸っていうところに目を向けたらこういうことが分かってくる。これはもう広く本当は知らないといけないことなんじゃないかな。本来そこも踏まえた上でいろいろ考えたり議論したり、うん、でやれば本当は埋め立て減らせるかもしれないねっていうところですよね。僕らってどんどん埋め立てろとは言ってるわけじゃないんで、まあ、必要な場合もあるし、うん、まあ、密接に関わってるところもあるから。そうなんですよね。だから多分なんですけど、うん、今後一番沖縄ででかい、事業っていうので言ったら鉄軌道っていうのが絶対出てくるんですよ。あの時に大量の切り土が出るので、うん、そうですね、あれをどうするのかっていうのがおそらく今から考えていかないといけないあれじゃないかなというふうに思います。もう時間押してるので、そうですね、もうそろそろ本当はもっとそろそろ先の話をしてもらいたかったんですけど、ここからね、時間足りないんですよ。ここからね、いろいろ予定通りというか、はい、本来はもっと夢のある話にこうシフトしていく予定だったんですけど、はい、そこまではいかなかったです。予想通りですけど、予想通りになりましたね、はい、まあ、予定は未定ってやつですね、はい、でちょっと機会作ってまたこの話は続けたいです。やりましょう、うん、で俺最後にちょっとお礼を言いたいんですけど、あ、そうですね、はい、で自分まだ見てないんですけど、自分の名前入ってないじゃないかって言ってたのにわざわざこの支援者さんの方からなんか美味しい
ものをいただいたそうなので、もうすいません今から見るんですけども、本当にありがとうございます。なんかあの請求したみたいな、めっちゃ申し訳ない恥ずかしいなああの佐久間さん僕が言ったんですよ、僕佐久間さんの名前ないって言ったから、そうそうそう、なんか僕が先般です佐久間さんいじりで お気を使わないでもう全然大丈夫本当にありがとうございます。いただいたのカレーまだ食べてないんですよ。あ、カレー美味しかったです。あれ美味しいですよ。美味しかったです。もう楽しみにしすぎてまだ開けきれてないので、うん、あの早々に食べてあのレポートしたいなっていうふうに思いますので、はい、はい、もうどうもありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、もう本日はこれでお時間となりますので、はい、これで終了させていただきたいと思います。はい。それでは皆様ありがとうございました。ありがとうございました。